ダタラはアメリカ合衆国で生産された競争馬である。1歳児の2006年ファシグティプトン8月セールにて17万5千ドルで落札された。2007年9月にベルモントパーク競馬場で競争馬デビュー戦を迎えアラン・ガルシアが起乗して2着となり、12月には未勝利戦に出走したが4着で未勝利馬のまま2歳を終えた。 2008年1月に未勝利戦を制して、デビュー3戦目で、初勝利を挙げたが、続く一般競争で3着、そして、GI 競争初挑戦となった、フロリダダービーでは、ビッグブラウンに敗れて9着という結果に終わった。フロリダダービー後は、ダービートライアルで5着、バーバロステークスで2着となり、迎えた6月7日の第140回ベルモントステークスでは、 フロリダダービーで対戦したビッグブラウンが30年ぶりのアメリカ三冠達成がかかっていたことや自身が目立った競争成績を残せてなかったことから急等立てで単勝38.5倍の最低人気にとどまったがレースではデビュー戦以来7戦ぶりにアラン・ガルシアが起乗しスタート後は先手を取り2着となったデニス・オブ・コークに5バシン14差をつけ逃げ切り最下位に沈んだ ビッグブラウンの三冠達成を阻止し、GI 競争初勝利を挙げた。この勝利は、安城のアラン・ガルシアにとっては、ベルモント・ステークス初、勝利、ニックジトー級者にとっては2004年にバードストーンが、制して、以来の4年ぶり2勝目となった。ちなみにバードストーンが勝った2004年は、スマーティー・ジョーンズの三冠を阻止しており、今回も再び三冠を阻止した結果になった。その後、 10月のジェロームハンディキャップに出走したが、6着に終わった。11月のクレーミング競争では、後のホイットニーハンディキャップ優勝馬で同じ絆を、3区のブルズベイに敗れ3着となっている。2009年、クレーミング競争で3戦、連続2着に敗れ、その後もアルバートザグレートステークス再開、ウッドワードステークスでは競争中止とこの年は1勝も、できず、現役を引退。 主語わりでした。ありがとうございます。